いつも国立国会図書館の納本制度に対してご理解ご協力ありがとうございます。この動画では地方公共団体のうち市町村の職員の方を対象に納本の方法についてご案内します。最初にどんな出版物が納本の対象かご案内します。数年に一度刊行するような要覧や各種計画、市町村誌も納本してくださいね。見落としがちですが、外部の調査機関などに委託して作成した調査報告書も納本をお願いします。納本が必要か迷うものもありますよね。このようなものは全て納本の対象です。薄いパンフレット、ハザードマップ、住民向けの案内冊子、 CD ロムや DVD も納本の対象になりますので、ぜひお送りください。秘密扱いのものや一枚もののチラシなどは納本の対象ではありませんが、迷うものもとりあえず全部送ってください。次に納本の方法をご案内します。納本には大きく分けて2つの方法があり、どちらも東京本館が窓口となります。一つは東京本館にご持参いただく方法です。職員がしっかりと受け付けさせていただきます。もう一つは東京本館宛に郵送していただく方法です。まとめて送る、個別に送る。出版物をまとめて送る、刊行するごとに個別に送る、どちらの方法でも結構です。出版物のリストはなくても構いません。差出人を明記したメモなどを同封してください。決まった書式はありません。配送業者の指定はありません。普段お使いの配送方法をご利用ください。恐れ入りますが着払いはお受けできません。納本され蔵書となった出版物は国立国会図書館オンラインで検索できます。納本していただいた出版物は国立国会図書館の蔵書として保存環境の整った書庫内で保管します。納本についての疑問質問がありましたら、お気軽に国内資料課収集代理係までお問い合わせください。納本していただいた出版物は国民共有の資産として長く保存されるとともに、国会活動のサポートや国民へのサービスに使われます。納本お待ちしています。